こうセンサーが、まあ、これセンサー代わり、センサーが反応した状態をこれで、まあ、うん、押してということになるんですけどね。ですもんね。で、これを押すと、電気が流れて、今のこのソレノイド、これが引っ込みます。うん、これが引っ込むことによってこちらの方からワイヤーを解放するというこういうシステムですね。うん、ですね。一回開ける必要はありますか？え？開けた方がいいですか？あ、まあ通常はまあこういう形でこちらの方から開けます。はい、うん。でこれは当然人が手が届くところにこのボックスというのがないとダメだという今のボックスの規制が行われます。でこれが通常まあ、閉まっている、はい、今こうやってその排煙装置ということで、うん、まあ、一つをなしているんですけども、はい、これが実際にその火災が起きた時に誰かが押しに行かなきゃいけないとか、そういうことになりますので位置が高いわけですね、はい、位置があのこの窓自体はもっと高いところにありますので、はいはい、あの法的な規制があって、天井から100までということになっていますので、はいはいはい、当然これ下の方にあります人が手が届くところ、1200まで、はい、800以上1500以内ということにこの位置がこれになってます。線路が低い人は届かないですもんね。それで窓には当然届きません、うんうん、まあ、そういった時にその煙が行って、うん、天井まで行った段階で、まあ、これが今 の, そのセンサー の, あの役目なんですけども、行った時にその反応すると、これが動いてですね、まあ、これも手でやっちゃっていいですね。うんうん、ですね。このソレノイドが、まあ、通常こういう形で、今ちょっと外します。こういう形で動きます。うん、ソレノイドがこうやって動きますけども、これはあの反応したときに、電池でこうやって動きます。動いた状態が、まあ、こういう状態になりまして、窓が開放されている、これは煙が反応したときだけ開放しますので、こちらからの通常 の, そのボックスというか、こちらからの操作は必要なくして、煙が反応したときにこの煙管連動と連動されてますので、これがこちらの方からワイヤーを解放するというこういう形で、あの今回の新しいその取り組みとしては、今までこちらの方に煙管連動式のボックスだとかというのがあったんですけども、これはこれで今まで通り動きをしていただいてですね、煙が来たところだけを確実にその窓こちらの方から開放する、反対側からですね、ワイヤーを外して全体じゃなくて、はい、その煙のある位置だけ、そういうことです。もう全体全部開くということになりますね。そういうことです。で、まあ、もう一つ付け加えると、今までのやつはですね、煙管の連動によってこのボックスがいくつかつながってるんですね、ですからその、煙が来ない部屋まで窓が開いてる。まあ、なるですよね、そういうことによって、まあ、酸素の供給、不必要な酸素の供給が来て、その、火星の火の勢いをまあ助長すると、逆にね、助長するということがありますので、これは煙が来た部屋だけを解放するということになります。